三里町は宮崎県の北部にある町であり、東薄木郡に属する。九州山地の中にある自然豊かな町である。九州な九州山地に覆われ、そこを源とする大小様々な河川がある。約90%を山林が占めている。地石調査の進捗率は76%。欠片の気候区分において温帯化う気候となっている。 降水量の多い宮崎県内でも特に、三里町の発足時から2014年3月まで、全身の旧産、村ごとに、地域自治区、南郷区、西郷区、北郷区が設置されていた。地域自治区の設置期間は当初合併後4年間としていたが、検討の結果、4年間延長された。 住所については2006年の三里町発足から2014年3月までは合併前の住所から大技表記を省略し、地域自治区名を関する扱いとし、地域自治区が廃止される2014年4月以降は、旧村名、北郷、西郷、南郷大技に関している。2002年5月1日南郷村、西郷村、北郷村、諸塚村、椎葉村で、 東臼杵南部任意合併協議会を設置したが、協議終了後椎葉村が自立を決めたため2003年12月25日、椎葉村を除く4村で東臼杵南部合併協議会を設置。諸塚村が住民説明会の結果により、協議会を離脱後も3村で引き続き協議を行い、2005年2月22日合併協定調印。 同じ25日に合併関連議案を三村が可決した。現在の町長は小畑秀幸。第二代町長は菊田彦一。初代町長、林田厚は西郷村時代から通算11期42年間市長を務めた。消防、救急常備消防非設置自治体であり火災時は消防団が活動する。救急に関しては、 役場救急が行われていたが、救命救急業務を道庁に本社を置く日本救急システムに事務委託して役場の救急車に救急救命士二人が同乗するシステムになっている。救急救命業務の民間委託は全国初であり、2017年に地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰を受けている。また、 同社の事業を視察した徳島県勝浦町も同社に委託している。衆議院小選挙区選挙では宮崎2区に属する。近年選出の議員は以下の通り、本町と諸塚村、椎葉村、門川町で選挙区をなす。定数は一人。近年選出の宮崎県議会議員は以下の通り、農林業が中心、椎茸、ブロイラー、米、 肉牛、金柑、梨、栗など。狭い平地を利用した施設園芸も積極的に行われている。旧北五区、旧南五区では、幼少中一貫教育を実施しており、愛称はそれぞれ三里北学園、三里南学園。幼稚園小学校中学校義務、教育学校町内に鉄道路線はない。最寄り駅は JR 九州日本本線日光市駅。 町内に高速道路はない。最寄りインターは、東九州自動車道ヒューガインターチェンジ。一般国道県道主要地報道一般県道。ありがとうございます。